はいどうも、エテポンゲです。よろしくお願いします。後付け実況をやっていきます。次がゆうじさんかな。うんだね。福岡県のゆうじさん、うん、牛名将軍に鬼コンボ、そしてハートナイトにダイヤモンドスライム。ほう、まあ、よく見る牛名将軍と鬼コンボはよく見るね。そこにハートナイトぶち込んできたか。で、ダイヤモンドスライムなんで、間違いなく身代わりでしょうね。うん、身代わりだろうな。だから身代わり打ってくるドラゴンバーンで、ゴー。おは、ダイヤモンドスライム硬いんだよな。うん、ダイヤモンドスライムはね、硬いのよ、本当に本当に硬い。だからワンターンで落とすのはね、相当厳しいんだよな。これじゃ落ちないよね。落ちる。なるほど、ヒットポイントアップ SP がついてないパティのダイヤモンドスライムだな。で、あとはこの牛名将軍と、いやー、いきなりスカラ使ってるにもかかわらずあのダメージをぶち込んでくるところがさすが将軍だね。うん、で鬼子もちょっと怖いよね。まあこれ鬼子より先動けるか。マットスミス動けないか。行動遅い、消してるね、イコールで、ドラゴンバーンね。うん、で300。あー、もうこれでマットスミスまたもや動けず。魔人斬り耐えたね。うん、魔人の一撃で、ポイント的にはね、ヒットポイント的にメーターね、ゲージ的にはもうだいぶ押されているけども、まあね、1ターン目はね、身代わりに対してのね、ダメージだったので、ここからがね、我がキングヒドラ天章25の本領発揮というところでしょう。通常攻撃は効かない。うわー、それは意味がないぜ、明快だからね、意味がないよね。よし、攻撃力下げられるか。まあ CPU がね、コンピューターが強いから。強え。うん、今んとこね、煉獄ギリだったらね、多分全然ダメージ入ってないね。ここでの会心はマジンか今の。ただ相手全員999食らったんで、うんね、キュッ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 、落ちるね。うわー、攻撃力下げられてる分めっちゃ食らわない。ただ執念、もう牛名将軍は動いたら死ぬ。そしてハートナイトこのターン動けません。うん、418。うー、つるまい。あー、これ兜割りだったら終わってたんじゃない。いや、そうでもないか。結局のところ攻撃力を下げる、いやー、兜割りだな。いや、攻撃力下げられてなかったらハートナイト落とせてたかけど。はい、ありがとうございました。ユージさん対戦ありがとうございました。これで13-11、13勝11敗。いい感じじゃないですか。だいぶ勝ち越してますよ。ここからはエテの快進撃が始まるか。けど、まだまだ対戦は続きますんでね。うん、まだノート1ページ目、結局3ページぐらいね、埋まっちゃってるんで。さあ、次は次、25戦目。うん、25戦目はゆうたさん、大分県ゆうたさん。はい、対戦よろしくお願いします。はぐれメタルにレオソード。うん、はぐめたレオソードか。うん、順位はね、勝ってんね。だからここもやっぱりね、メタル系がいるとね、身代わり
身軽であろうとね思っちゃうね。レオソードかっこいいな。邪神の方のレオソードって今回出てんのかな。でまあね、初っ端はもうこのね冥界スカラねコンビで、うん。でピオリムどうやら身代わりではないと。でドラゴンバーンスクルト固めてきますね。煉獄火炎ならスクルトは無効か。結構入ったね。うん、テンションだねこれは。けどね、どっちかっていうとね、はぐれメタル先に潰したいところではありますね。うん、サポーターは早く潰しとかないと。けどね、もうサポート終わったらね、あとはもうすることがないであろうと思いますので、うん、だって身代わりがないし、回復はもうストップさせてるので、基本的にはね、もうサポーティングが終わっちゃったらもうやることないよね。まあこれでスクルト2回掛けで、互いにスカラ効果、ピオリムで素早さも最大値、まあ賢いね、トルネードとか物理的な攻撃ではなくね、特技で攻めてくる、非常に賢い、さすがレオソード。しかしこちらのヒドゥラの火力、なぜかここで連携発動何連携だよこれ、何連携よ、急にコンビネーション見せんなよ、後半当たってねえし。でここからちょっとずつね追い上げてますよ。しかし多分このターンでもうマットスミスの息の根は止まる。なめまし、まあ先に動くからね、どちらにしろマットスミスはダメだね。うん、あとはねキングヒドラ、このターンでレオソード落とせるか落とせないかで、落とさないと負ける。うん、落とさないと確実に負ける。落ちるか、まあ1回行動にしてないってことはそれな、そのままのステータスなんで落ちない。まだ2000はダメージ与えてないか、多分2000前後だと思うのよ、ヒットポイントね。秘めたる力、これが恐ろしいんだよな。舐め回し効きません。うん、アモールの雨、冥界中だぜ、冥界 NOW、 冥界 NOW だぜ勝った勝った。やっぱね、冥界使いじゃないとね、冥界の体制がないから、うん、まあ忘れがちになっちゃうよね。まあエテポンキ基本的に冥界パなんで、うん、はい、これは なんだラッキーかラッキー勝利か。これはゆうたさん対戦ありがとうございました。うん、14勝11敗まあね、ラッキーでも勝ちは勝ちだ。うん、この勝ちは揺るがない、結果が全てだいやけど負けてたね、普通にやってたら今のは負けてるところ。うん、守りに入っちゃったからね。うん、はい、続きましてルカエトさん。うん、大阪府のルカエトさん。何この服、めっちゃかっこいいんだけど、ロトじゃん、ロト。うわー、もうこれガチ勢、ルカエトさんガチ勢だわ。もうプレイ時間見ただけでわかるわガチ臭がするわ。エテの約10倍、1064時間、2分33秒かな。うわこのあのタイムからのこのメンツはもうガチだわ。うん、鬼強いよこれ。もうスピンスライム使ってる人ってね、基本的強いからねエテも使おうかな、スピンスライム、スピスラ使おうかな、スピスラで、スライムカルゴで、トーポとティコで、シャッフルだよね、シャッフルパだよね。テンペンティー、テンペンティー、
あ、もう素晴らしい火力です。素晴らしい火力でございます。で、勇気の旋風、テンションやめてくれ、テンションやめてくれ、上がんの、テンション上がるのね。もう勇気の旋風マジ鬼だわ。煉獄会回復、ジゴスパーク、もうマットスミス確実に動けないな、これ相手テンションね、1上げずつなってるからもう津波、うわーうわー、なんだこのパーティー、ほんとで、呪王激烈章、スピンスライムの激烈章とは何つけてんだろう、スキルなんだろうな。で、ラウンドゼロね、何もできず、エーテポンゲ何もできず、これ積んだな、積んだな、これフルボッコナウだな、やめてくれ、もうキングヒドラはもうボコボコやで、もうやめなってくれよ、ちょっと手加減してくれ、だってやだよ、ああ手加減しちゃう、これはかなわん、これはかないません。これに対抗するパーティーってなんだ、逆にこれに対抗できるパーティーって何、まあラウンドゼロより先に動くことだよね。ラウンドゼロより先に動く、かつラウンドゼロ崩しあるよね。ゼロの衝撃読むのむずいよけど、まあ捨て身とかかな、捨て身安定なのかな、ちょっとエテポンゲじゃわからん。もうの、もうふ、かん、完封されたわ、完封。完封やで。この510のポイントはもう最初のやつだからな。ルカイトさん、対戦ありがとうございました。参りました。これで14勝12敗。よいしょ。うん。はい。では、次パート、いきます。ご視聴ありがとうございました。